さあ今日まあもうつくなりにアマリリスのねあのリリ金沢文太が持ってきまして、アマリリス、アマリリスっていう、まあ我々の世代加山雄三さんやったかな、あれ歌は「いい年のアマリリス」っていう知ってるなグループサウンズやったか加山雄三さんやったか忘れてんけども「いい年のアマリリス」ってもう昔にだからいっぺん流行ってるんですね。それを石田ゆり子さんがなんかネットに載せたところ流行ったという、今だから売り切れらしいねんけども、恩着せがましく、ないところを探してきたみたいな感じで持ってきて、俺前も言うたように植物も育てるのもしんどいんですよ。いやでも花言葉がおしゃべりらしいんでね、さんまさんにはちょうどいいん違うかということで文さんが、なんか花言葉がおしゃべりらしいので、水もいらないし、水もいらないし、火に当てることもしなくていい。ほんで花が咲くらしいねんけど、水がいらないのがすごいです。そやねん、これがなんかどうもちょっとおかしいねんな、はい、水はいるでしょ。だから球根みたいなやつやねんけどもやな、そこに養分が全部あって水も太陽もいらない植物があんねんからやな、これを本当に野菜に、玉ねぎとか、日本の野菜にね、したらこんだけ値段上がることもないしやな、たくさん取れるやんか、それで水もいらないねえ、太陽もいらないになるとすごい家庭内で栽培できることなの、それはできないのかな、そのアマリリスだけなのかな、できないんじゃないですか、やっぱりずば抜けたそういう素質を持ってるというか、まあ芸能界で言ったら赤瀬さん、赤瀬さんまあおしゃべり、笑いをみんなこう学校に行ってやればできるっていうもんじゃなくてね、やっぱりすごいものを持ってるんでしょ、このアマリリスは。なるほど。正月に夜遊びさんから豆なんとかいうのと松をもらった植木を、だから今もうもう一つ、もともと文さんくれたあの雑草みたいなやつ、あれ雑草、雑草で何花も咲かなきゃ何にもない、葉っぱだけバー伸びるんですよ。でもう火に当てたらまた増えるんですよ。もうそれがまだ生き残ってるからもう邪魔くさい邪魔くさいんですよ。で今回なんか豆なんだ、この間携帯の機能で写真撮ったら名前出てくる、なんかありますね、アプリあるな、グーグルでありますね、お前もそれやってんの？やってます、いろんなあの商品でも何でも出てきます、これじゃないですか言うて、すごいですよ、あすごいな思って、お前そんなんできんの？人何もできないじじいみたいに言わないでください。じゃあほんまに俺ほらその機能知らんけどアプリなの？はい、まあ、それ、あのおでお酒でもワインでも何でももう全部あの答えてくれます。オンラインショップとかもそこから飛べたりとか、あそっから飛べんの？そうです、そういうのが全部バーって出てきて、はあ、うちは豆かきつばたちゃうな、なんかそんなや柿みたいなやつ、オレンジ色で何もらったんですか？豆なんとかや、それもあの取ったら出てきたんですか？ああ取ったらいろいろやってくれよってんけども、やったらこれ何柿ほおずき何なのとかいう話になって、カシャッと取ったら豆なんとか、いう名前が出てきたんですよ。ほんでそれを買いたかったら飛べんの？ネットに、そのサイトに飛べたりとか、あ買いますかみたいな、あそうですそうです、危ない危ない思て、そんな危ないお金になられますかって、もうちょっとあっかんかん、もうカートに入れるやつは得意の、はい、カートに入れっぱなしになるやつやろカートに入れるってまたカートに入れるとこへまた出てくるから入ってないのかな思ってカートに入れるから何回も入れちゃうなあ、同じ商品が俺6つ来た時あれから最初もうそれでやめて、あのカートに入れる、確かになあ、カートに入れるって1回で消してくれたらいいのにな、何回か出てきます、出てきます、あのカートに入れる、カートに入れるっていうのであそっから買えんのか、がこういう要するにコーヒーとかパシャッと取ったらこれも出てくるのか、あそうです、ね、名前とか全部出てきます、ね、全部出てきてマーク見ただけで、うん、はい、あそうです、嘘、関連商品が全部と、少女お前やっぱ顔取ってみ、うわ、貧相って出てきたらどうしよう。じゃあほんま、村上少女。ねじゃ出てきたらどうしよう。ね、ここ俺、ごめんなさい。ネットに飛んで買ってあげるよ。いや、安いね、あの安いと思います。え、顔認証もしょんのやろ？顔はやったことないので分かんないですけど。
あ、確かに考えたらさんまさんのね、顔パッと撮ったら、顔撮って明石家さんまで出てくるかもしれないな。出てくるんじゃないですかね。出てくる、よっぽどやっぱ有名な人と出るんちゃう。顔は無理かな。どうなんだろう。まあ芸能人似てる、誰に似てるかっていうのは一回やってみよう。あの出たわ。俺やった。芸能人で誰に似てるかって。ありますよね、そういうアプリも別に。うん。メガネかけてたから多すぎれんって。うわ、かっこいい。それはそれでまたかっこいいじゃないですか。何もかっこいいことはね。で、メガネ外せとったら明石家さんまって出てきた。芸能人似てる。お前ら やらへんの、あの芸能人似てるアプリ。やったことはないですね。あ、出てくるぞ。もう、まあまあ、ちょっとよいしょ気味に出てくるから大丈夫や。そうなんだ。ちょっと、お前似てるか、こんなもん。だってこれ出てるもんとか、みんな言うとるわ。石原さとみって出てきたとか言うて、お前ちゃうやないか、石原さとみとって。だって出てくるもんって言って写真撮ったら、そいつは必ず石原さとみやね。で、この子はなんか誰、もう全部、ええのが出てきよんね、女の子は。まあメイクやろけども。なあ、そういうのがあるから、だからもう植物も今日も朝方まで起きてるから俺はね、その太陽に当てなあかんから、うち午前中しか太陽当たらないんですよ。後ろに大きなビルができてしまって、午前中にその植木鉢を窓の外に置いといて太陽に当てたげなあかんから、そこに置いてるんですよ。それもまた朝どんでまた起きたらそれを下げなあかん、水をあげなあかん。で、正面が焦げようになってるから日焼けとかできないじゃないですか。ほんなら夏場、そうやね、今夏場俺日焼けで、日陰のところでもう相当高いビルからみんなに見られるんですよ。日が当たってないのに裸で。ほんまにそうだろ。もうあのビルちょっと恨んでんねん俺。ああいう日照関係のあれ関係ないんですかね。まあ昼間は午前中は当たるからな、あの日照関係になるともういろいろ各地でそういう問題は、ね、よくありますよね、起こってるやるけども、こっちが訴えたらなんとかならないやろな。ならないんすかね。その前にも調べてあるやろから、今さら裁判で勝ってところでビル削るわけにもいかないし。もう難儀だな。それ夏場はもう3年ぐらい前からもう諦めてるんですよ、あの屋上で火を焼くっていうのは。だから表歩くんですけどもね、本当は 60%あの開けとかながら体を、体の 60% に太陽を当てなきゃやっぱり効果はないらしいので、だから俺は海パン一丁やからいつも 90% 当ててたんです。うわ、当てすぎ。だからもうオーストラリア行くとブーメランの下着履いて、あの焼くんですよ。それをみんなが嫌だ嫌だ言って。俺さんまさんの部屋ね、オーストラリアの。俺おれへんな思ったらプールの横で俺フリチンで焼いてるのも出たのよ。あの下着とにかく明るい安村みたいに、はいはい、ああいうやつだ。ちっちゃいやつで安心してください。あの履いてますから。正直ね、足組んで寝てたんですよ。だから見えなかったの。フリチンやん。俺こっそり戸を閉めて一回帰ったもんね。それは確かに。安心してください、履いてますからっていうのができたんですよ。俺は、ね、足を組むっていう、技があって、だからもう植物を育てるのであんだけ大変。まあ今日はそのアマリリスをこれからどうしていく、まあほっといたらええねんけども、今見た目汚いんですよ、なんかすごい変な表情みたいな形してました。花が芽が出てくるまで汚いまま置いとかなあかんのよ。僕最初里芋の球根かなと思ったんですよ。そうそうそう、本当に似てるんで、里芋みたいな感じやな、はい、それを今日どこに置いてどう育てんのかな。大きなコップがあるんです。その中に入れてもええっていうことやな。でも分散な、分散。いらないな。分散。必死や、必死です。分散何説明してるの。あれ、何が出てきた。あ、顔で、やったら。何て、何言うとの。多分顔認証しようと思ってる。何を、あ、みんな顔認証やってるのか。の何をしてんねや。何でもメガネ取ってんねん、アホみたいな。盛り上がってたんだ、そっちで。そう、今、アマリリスの大きなコップに入れていけんねんな。大きなコップに。コップでもないからな。あの、缶でも何でもいいの。ポンと入れとったら。水はいらないねんな。水入れないんです。コップでいいんで
ですね。いや、多分コップで、あれ、まあ、俺もちょっと今のとこ里芋みたいなんで、あれをテーブルに飾るのが汚いなと思ってるんで、そうですね。あの、どでかい、その、お遊びコップみたいなのがあるんですよ。うん、それが、コヨーテが書いてある、そこに入れるのが一番ええのか、うん。うん。だから今までのジミーの作品で、皿とか、あるんで、まあ、ちょっと優雅に、ね、豪華に見せたいから、ジミーの皿の上に置くのがええのか、今もうそこまで考えてるんです。だからどうしようか。ブンさん、俺もう一生いらないからね。一生いらない。一生なんだ。じゃあ、植物であんな大変やねんから、そのね、やれ、犬、ワンちゃんだ。動物大変ですよね。なね、猫ちゃんだ。お前はあれ、メダカやろ。はい。メダカも大変やろ。大変、ブロッコリーも大変、水やらなあかんし、肥料やって、肥料やって。ブロッコリーも育てて。はい。あれも分散を持ってきたと思うんですよ、二つ。だから、大きな鉢に。あいつ遠回しになんか人に対して復讐してんのじゃん。はあ、ブロッコリーを食べれんのそれ。はい、もうだいぶ大きくなってきたんで、すごい、これで今2ヶ月ぐらいなんですけど。じゃあね、それ茹でてマヨネーズ、はい、つけて食べよう思って、まだもうちょっと大きくしてから。ああ、ブロッコリーは食べれるからな、はい、体にもいいらしいしな、はい、そういうのが、あんのか。あれはもうなんか生きてるとな、生き物って生かしてあげなあかんとか、思うから、だからもうあんな辺は心を鬼としてゴミ箱で捨てる勇気。いや、坂田師匠やないじゃあほんまにもう大変。ほんでも人間の赤ちゃんなんてもっともっとその何百倍大変やねんからな、うん、さあお前らも感謝せなあかんわ。そうですね、俺も今更ながら両親がここまでしてくれたのは感謝やな、うん、ああいうの育ててると分かるな、うん、これでも大変やのに、なあ動くわ、なあ歩くわ、ハイハイから立ち出すわ、こけるわ、テーブルの角に頭打つわ、変な格好して歩くわ。もう親としたらもう心配やったんでしょうね。そうそう、そこで おじいちゃんがね、おうちのおじいちゃんなんかボケ出してるからやな、親大変やったと思う。子供の手はかかる、じいさんは喋るポットと喋ってる、茹でる洗濯物に挨拶してるな、こっちの子違うよ、それ洗濯物でおじいちゃん言いながら、そこそこ立ちなさい、立ちなさい、危ない危ないとか言うて、人生生活してあってな。そうでしょうね。その中で俺らは生きてきてなあ、ようゴミ箱に捨てられんって済んだわ。いや、ね、親は大変ですよね。確かに大変大変、はい、まあまあ今その大変なんで、少子化がどうのこうのっていうのでな、去年かなんかな、80万人しか子供ができなかったとか言うて、40万人か80万人知らんけども、だからどん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 少なくなってきて、小池都知事も少子化のどうのこうの、月々なんぼ払いますからお子様を産んでくださいっていう、ことを言ってましたよね。そう、結婚も遅いですもんね、もうみんな結婚遅い、結婚遅いしな、だから、卵子の凍結を皆さんしてください。それで、なんかお金を出すっていう国が、だからお前らも凍結しとけ。凍結、おう、卵子を凍結すんねん、固めんねん、うん、おう、それも精子も凍結できるけど、いや、家の冷凍庫とかあるのに、ちゃんとしたところにやで、入れてましたとか、勝手に卵巣取って冷凍庫に抱かんと、ほんま体にも良くないし、さすがにしないです、さすがにしない、それは医者に行けよ。5年ぐらいキープしてくれるはずやから、だから若ければ若いほどええらしいからやな、いや、まあ、そういうの考えた方がええと思うわ、あ、そうか、あかりちゃんなんか25歳やから、はい、そろそろ凍結凍結のお年頃ですかね、年齢的に。若い方がいいって言うから、ね、確かに、そうですよね。我々はもう凍結ってこと、もう体が凍結してる。多分あかんと、で、医者に行くのも怖い。何匹ぐらい元気で言えますかねとか、
言うのも嫌やから、うん、あの僕はあのやめます凍結やめます今後とも一緒によろしくMBS ヤングタウン明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。23横山玲奈です。アンジェルムの竹内あかりです。全略のコーナー、イエイ。こちらラジオネーム見やれ。全略やんじさん、こんばんは。こんばんは。竹内あかりちゃんは今年の春ツアーをもって、あ、アンジュルムおよびハロープロジェクト、え、やめんのお前。はい。あ、言ってたよなお前、卒業することが発表されました。言ってない。え、違うか。前は言ってないですね。あ、そっか。言ってないよね。はい、ここはあの、あ、初めてですね今日。あ、そっか。はい。あ、そう。初めてで、まあテレビとかそんなの発表してんねんな。もうそうですね、卒業理由についてあまり自信のなかった私の、たくさんの方が、字をたくさんの方が褒めてくださり、うん、作品を見て喜んでくださり、いつしかそれがお仕事につながり、気づけば私にとって書道が胸を張って誇れるものになってしまいました、うん、卒業後はもっと書道と向き合いたい、さらに追求したいと思い、ずっと目標だった個展も準備中で、あ、そんなにうまいの。はい。もちろん芸能のお仕事も大好きな、なので、この先も続けさせていただきます、と語っていました。うん。約15年間、アイドル活動をしてきた竹内さんにとって、一番印象に残ってることは、っていうことやけど、はい。あ、竹内も一旦、ソロ活動になって。そうですね、グループは、今年の春ツアーをもって卒業させていただくことになりました。はあ、そんな書道すごいの。いや、そうです、資格、師範の資格を持ってて、あと一個段が上がったら、資格の一番上。マスター。マスター、麻雀ゲームではマスターや。いや、麻雀ちゃう。麻雀ちゃうちょっと分かんないんですけど、あと一段上がったら、この教授免許っていう、資格が取れるので。すごいやんか。それ、俺白子のマスターや。ああ、マス、あ、じゃあ一番上。マージャンはね、マージャン界の一番上。一番上まだあるみたいやけど。あ、そうなんですか。レベルなんとかいうのもあるけど、俺はマスターのもんや。それは分かんないですけど、一日おきで勝ち負け、勝ったり負けたり一日おきになるってゲームやからな、うん、そうしてあるうまいこと。まあそんなことどうでもいいな。要するに師範で、はい、もう人に教えられるということやろ。そうですね、教えることはもう全然できますね。すごいな。教室を開くこともできます。あ、そう。はい。やっぱちっちゃい頃からやってんだよな、もちろん。小学生の頃からやってました。はあ、それ、どんな腕前かみたい、作品はそこにはないの。あ、今ないんですけど、あ、そういうこと調べたらすぐ出てくると。ブーザン。出番だ。竹内あかり、書道。書道。あ、先生も古典も、まだ今までやってないの。初めて今回こう、やることが決まって、うん、今ちょうど準備中なんですけども。はあ。はい。だから俺この間番組では、美仙さんっていう大阪の書道家やねんけど、はい、美しい扇の、はい、書いて美仙って、うん、出てくれて、ほんで俺にシールをいっぱい作ってくれて、だから、もう今ないか、明石家さんまだのお笑い怪獣なの、生きてるだけで丸儲けとか、いうのを、その人がなんかうまくと、でも、なんか大阪のイベントは必ず、その人が今やってやるような状況で、だから、その俺も、ちょっと、看板を頼まれてるんですけど、これ深く言えないんですけども、看板の、漢字、なんですけども、じゃあローマ字なんですけども、それを漢字に、じゃあローマ字を漢字っぽく書いてほしいっていう、俺は今会社に対してそのリクエストを、はい、だから日本の書道家で、はい、ローマ字を漢字っぽく、みんな関わるけどな、今な。関わるけど、その中で、和ぽっく、和ぽっぽく、難しいな。を、ローマ字をもう限りなく和に近づけてくれる人を、今探してるんですよ。それ無理やな、俺らでは。お前なんでお前さ。俺は冷やご飯チャーハンにするぐらいよ、もう。うまい。すごいやろ。
いやご飯をチャーハンにできる。いやご飯をチャーハンにできる。今冷やご飯ってないぞお前。今冷凍ご飯か。あそうなんですか。そうですよ。冷やご飯ってあのおいつに布巾かけて冷やご飯っていう時代もう終わってる。冷凍や冷凍。冷凍ああそう昔はあの冷やご飯布巾かけてなご飯のおひつの上に、それで冷やご飯でその冷やご飯が夕方になるとお茶漬けにするともうやったら美味しいとか。あ少女チャーハンにしてんのか、はい、お前冷凍しないの。冷凍しないですね。ご飯を、はい、そうそうするんですか。俺冷凍ばっかりやん。俺はまあ2合炊くねな。お前何合炊くの。そんな一人もそんなに炊きま1合でいいんじゃないんですか。だから冷凍するためになるほど2合炊いて、味とかそんなやっぱり全然関係ないんで落ちないんですか。今は俺とこのレンジ新しいやつはスチームレンジというのがあって、はあ、もう すごい機能やで。うわそんな機能ついてないもん。あお前安いレンジか。はいもうだからそれが楽しすぎて冷凍ご飯作りすぎて、はあ、冷凍庫開けたらこれぐらいの大きさにすんねん、はい、それが上から持ってきて足怪我して痛い痛いだよこれぐらいってこれぐらいだからラジオやから分かりませんこれでも言ってもらって1号やな大きさ指手でこう丸くつってもらってもはがきよりちょっと小さめ意外とでかいですよ。いやいやでかめこんなもんやな。名刺よりちょっと大きめ。ああお前らで、あのラップのやり方もあるやろけど、はいはいはい、お前俺は、平べったく広くすんでね、うんうんうん、チンしてもすぐあれするように、はいはい、固めると真ん中が、うん、あなるほどチンができないっていうのがあるんで平べったくやるんですけど、うんうん、横山どうしてんのお前。私の家は、うん、なんか100均とかで買ったなその冷凍するための容器みたいなのがあるよ。でそれを、うん、に詰めて冷凍する。あれかさばるのお前冷凍私かさばりはしてますね。そうやろ、はい、そんないっぱいは入らない。入らない。俺もじょ負けず嫌いやから言うけど、うん、俺持ってんねんそれ。100均のやつですか。え100均のやつですか。100均やと思う。あれお椀のまま冷凍して、うん、そうですそうです蓋しそのままチンできるやつやろ、うん、そうですそうです、うん、あれかさばるぞ。確かにラップが一番ええと思うわ。まあラップに比べたらそうですね、かさばりますね、うん、かさばる。お前ラップは横からいった方がええぞ。横から横から、縦と横は。こっちから行かずに、はい、どっちから。こっちから行った自分の方から。手前からですか。手前から。手前から折って。折った方が、なるほど。思うよ。わかりました。まあ、これ長いのが行くと、取るときに、ややこし落ちなくなるから。なるほど。なるほど。冷凍米博士。冷凍米博士。そういうのがあるからな、うんうん、ああそれで、要するにそういう道を進むんだ。はい、ストイックな仕事になるぞ。そうですね。でも文字崩したりとか いろいろ画流でやったりとか、まあ、する人いっぱいあるんやろ。はい、よくそういうのもやってたりもするので、うん、まあ、いろいろこう作品だから西村さんっていう役者さんの奥さん誰やったら有名な今アメリカに行って、やってらっしゃる書道家、うん、一時期すごい、話題になってた人、西村さんと結婚した人。ごめんなさい。文さん。ヤフーニュースで調べてくれるか。Google え？武田さん。じゃあ武田さんおっさんやないか。おっさんや。武田さん、さん俺も会ったことある。あの人はおっさんちゃうで。あれお父さんもすごい人やったけど、そう、うんてな。そうそうそう。書道家の方ですよ。そうやな。どういう感じって言われるの、君の書道は。見てみたいね。なんかよく書くのは結構アートっぽく。アートっぽくするのが好きなんですけど。それが誰？あ、これが私が、これ、19とかの時に書いた字で。これは大器晩成って書いたんですけど。うん、ああ大工大変って呼べるよね。大工も大変やから。いや違う、ね、あの木が入ってこないからね。違うね違うね。でそんなんて大工大変そういう感じやんか。大工大変崩した字で、草書の字で大器晩成。はい、
崩してるんや。崩してるってもうか簡単な方に崩してるんだこれ。そうですね。そういうことやな。はい。大器で器なんてそれ弓みたいな字になってるけど。あ、そうです。それで合ってるのか。そうですね。大器の木はそれで、あの、そういう字があるの。あ、そうです。全部この字があって、それを真似て書いています。もうん、ああ、そういう。はい。まあな、我々素人が見てもね、ピンとこない。まあそうですね。そうやな。はい。あと、すごい。ぐちゃぐちゃって見えるかもしれないんですけど。え？ぐちゃぐちゃって見えるかもしれないんですけど。いやいや。いやいや、うまいね。あのな、おいら、それ分かれへんもん、その書道の凄さとかだ。跳ね方とかいろいろあるんやろね。そうですね。うん。はあ、どこが、自分で言うのはないけど、どこがすごいの、その自分の書道。すごい。うん。俺たち素人が聞いて、ああ、なるほど。ここすごいなとか、うん。ここに持って行き方とか。あ、庄司住みやっとるからな。はい、そういうのもなんかすごい興味あるわ。そうですね。うん、どこがすごいって言われたら、君はあの大っていう感じ気に入ってんのかそれ。あ、そうですね。気に入ってます。大と。番が私は結構この中だったら好きです。ああ、大器晩。大器晩成の晩っていう字は一番うまくいった。ああ、そう。って感じですね。これがうまくいったから多分これにこの作品。これなんか賞取ったりとか。あ、これはもう完全に10代の集大成としてか一個書こうって思っただけだったので。ああ、すごいなあ、はい、これ賞の向き進みながら、はい、テレビがあればテレビ。ちょこちょこと出たり。あ、そうですね。お仕事させていただけたら。でも教室とか開けるんやったらな。そうですね。うん、なんやっぱりこう知名度使って生徒さん募集したり。そうやな、でも書道も習う人少なくなってきてるからな今。そうですね。最近はなのでなんかまあせっかくなのでこう若者にもうちょっと興味を持っていただけたらなおさら嬉しいなっていう思いはありますね、うん、でもあの、はい、あの大会あるやんかあれ感動するななんかドキュメンタリーでやっとったけど、ね、学校のあ甲子園やの、うん、はいそれがそうさっき言ってた備前さんって人がやってはんねんあそうなんですか、うんアドバイザーかなんか知らんけどエグジェクトプロデューサーかなんか知らんけど、はい、そういうのやってはるみたい、あの音楽流しながら、はいはい、最後にバンって仕上げるんですよあれかっこいいすごいいいですねあれ感動しましたねちょっとはい書道か、はい難しいねあのいろいろあんねやろな、はい、基本を積んどいて崩していくのやろ、うん、そうですね基本的にはもうちゃんとしたあの会社の字を書いてから徐々に崩していくおいらみたいに最初から崩してはのとはちょっと違うらしいなやっぱ基本が大事やねんなそうですねそうそうもうやっぱり基本やね基本をちゃんとやってから崩すっていう、サッカー選手なんかでもそうやね全部ドリブルのうまいやつなんかでも基本がちゃんとできてこそ、メッシだロナウドになれるわけやからな僕はでもええ加減にせいから始まってねええ加減にせいっていうのはこの3年かかったからね僕ねかかりすぎやこちら本当は長い短足からいただきました全力の皆さんこんばんはこんばんは竹内あかりさんですが昨年11月に「ラビット!」に出演され、うん、トータルテンボスの2人ともう中学生さんを遊園地ロケをされてました、はいもう中学生とトータルテンボスと言ったんかそうですその際にもう中学生さんが竹内さんに一言にガチギレしたシーンが話題となり先日発表された昨年のラビットベスト10の第7位になってました、うん、竹内さん、裏話があればよろしくお願いしますっていうことですけど、はい、何を言ってあげた本当絶叫マシーンにひたすら乗るっていうロケだったんですけど、はいはい、もう中学生さんが結構こう苦手、うん、絶叫系が苦手だったのででも一個すごいもう私の大好物な絶叫をもうぐるんぐるん回りながらこう落ちたりするやつを怖いなるわあれを乗ったら私はすごく楽しかったのでもう一回もう一周行きたいって言ったらいつもあんなニコニコしてるもう中さんがもうほんと笑顔なんてなくなって小声で二度とそんなこと言うんじゃないよみたいなことを耳元でボソボソ言ってたのがもう中がもうあいつはダメなんだジェットコースターそうですもう本当に生かされたらどうするのみたいなのがすごいその番組内でも話題になってもう中が切れたということで話題になってるわけだ、ねはい、二度と言うんじゃねえぞとそうですねこの辺でボソボソガチトーンで言ってたので、うん、いやもうあれはもう好き嫌いがあって俺もあかんねん
俺ももうほとんどと言うてほどジェットコースターとかああいう乗り物に乗ったことがない、うん、そうそう、そうなんだ。もう昔はもうあやめ池とか奈良ではね、はい、あったんですけども、うん、上にガン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 で上がっていくでしょ、はい、あこで気を失ったことがあるんですよ。もうすでに、いや嘘です。あれ気を失うわけないでしょ。いやでも いるのかなってそういうめちゃくちゃ苦手なのかと思う。乗らないですよそういう人。番組じゃないから。そもそも。そうそう。もうあの、本当にたまたまの裏がピリピリってなったりチーンとなったりするんです。怖くてっていうか、おいらも恐怖で。それはもうだ俺ももう盲中やったら言うてるわ、言うてるんだよお前。僕絶対バンジーだけは断りましたね。あだからあんねん、それぞれ。だからお前もあるやろ、逆に苦手なものが。苦手なもの、何がダメっていうの、人それぞれ絶対あるからな、苦手なものって。ああそうですね。水系があかんとか言う人もいてるやん。あなんか、確かに私乗り物とかだと何全然平気なんですけど、生き物とかだったらカエルが苦手ですね。ああ、カエルが、なんでカエルが、そうやってヘビやけどな普通。いや分からなくて、特に何かされたっていう記憶もないので。いやカエルあんまりかかってこないしね。そうです。だからなんか前世がなんか自分はハエで食べられたのかなってずっと思うようになります。ああもうカエル見てただけダメなんだ。あそう、あの学校の教科書に載ってる写真とかもダメだったので、だから修正ペンとかでずっと塗りつぶして見えなくさせてたので、学生の時本当にダメなので。はあの、まあ、あのオリンピックで金メダル取ったボクサーの女の子はね、カエルが大好きで、カエルを集めて、なあフィギュアとかいろいろ T シャツもせやし、カエルカエルカエルの人もいる、もう信じられないんだ。もうダメです、ね、お前服にプリントでカエルいたらもうあかんの。ダメですね。ちょっとキャラクターっぽく可愛くなってたら平気なんですけど、あのリアルなやつはもうダメですね。だから逆にもうちょっとカエルを捕まえよう言ったら、もう一回やろうって言ったらお前ガチで切れんやろうな。確かに同じ感じになりますね。二度と言うなよって言うもうちゅうさんにも言っちゃうかもしれないですね。ああ横山もうまあかんの。私絶叫系は乗ろうと思えば全然乗れます。でも好んでは乗りに行かないです。ああなるほど。じゃあ苦手なものや。そうですね、苦手だと思います。無理ですね。あジェットコースターが苦手。はい。あとカエルみたいなもう絶対ダメっていうのは、いや特にな。あでも水泳は苦手だったので、泳げって言われたら絶対無理です。でも泳げんの。あでも泳げるっちゃ泳げます。なんか全体的にこうちょっとずつはできるみたいな感じです、ああ特別何かできないっていうのはあんまりない。小倉優子ちゃんパターンやね。小倉優子ちゃんが自分の会社から企画出して、小倉優子が25メートル泳げるっていうからくりテレビでね、企画を事務所から持ってきて、あこれ面白いと、小倉優子ちゃんが25メートル泳げるまでっていうのをドキュメンタリーで追いかけようってなったら、最初に飛び込んで、まあとりあえずどれくらいでどれぐらい泳げるか行ってみようかって言ったら、飛び込んだ瞬間25メートル行ってしまったんです。へえ。5分で企画終わってしまった。すごい。そんなことあるんだ。そんなことあるんです。すごい。泳げたってわけのわからん返事やったんです。普通プロならね、その仕事のために、うん、あの下手に泳ぐとか、うん、もう1メートルもいかないとか、うん、いうようにするやんか、はい、その辺が小倉優子のすごいとこで、TBS のスタッフ全部連れて行ってね、ロケ班もう5分で終わってしまって、ってみんなが泳げるじゃん言って終わってしまったっていう。すごい。だからもうスタッフも取りに行ってるから流しとったわそれ。でもクイズにもならなきゃ、あ何にもならないし、俺らを見て何やこれ言って騙されたいう話を、してましたね。こちらタフィーロールさんがいただきました。例のやめさんこんばんは。こんばんは。1ヶ月ぶりに登場した横山さんですが、あそうか1ヶ月さすが。そうなんです。休んでいる間にヤンタンレギュラー5周年目を迎えましたと。1回のゲスト出演だけを、経て、加入1年でレギュラーに抜擢、そして去年ラジオの名アシスタント部門1位という称号を獲得するようにね、までなりました。そこで横山さんに質問です。将来先輩の工藤さんのように冠番組としてヤンタンパーソナリティをやってみたいか、それとも肩書き通り名アシスタントとしてさんまさんのヤンタン出演を出続けるのか聞きたい。
究極の選択だと思いますが、ぜひ横山さん夢を聞かせてください。将来どうなりたいかって横山が、はい、うん、ラジオ的にやろこれ多分な。でもラジオ自体が本当に好きなので、うん、どんなラジオでもとりあえず何でもやってみたいという気持ちはあるんですよ。あ、どんなラジオでも、あのソロラジオもやってみたいしとか、うん、なんか他のなんか いろんなことをやりたいなと思ってるんですけど、でも、うん、ヤンタン自体がヤンタンが結構大好きなので、うん、できるならそうです、ヤンタンはずっとやりたいなと。ああ、なもうアシスタントのポジションで、行きたいねな。そうです。ここでメイン取りたいの？いやそれはそれはあの考えてない。いやいや俺もアシスタント部門1位になりたいから。逆あのアシスタントをあのやらせていただいてもいいですよ。その全部仕切れるなら。いやそれはちょっと。ああ、やっぱりいろいろラジオっていうのはな、やってると楽しいからな。楽しいですね。あ、はい、だから竹内なんかはこう書道家になっても、はい、ラジオとかあれば。そうですね、私も喋るの大好きなので、うん、まあ、ラジオとか出させていただけたら嬉しいなっていう気持ちはありますね。ああ、そうかそうかよな、はい、でもインスタとかやるのか、その書道を書いてるとことかインスタに上げたりするの、要するに。あ、そうですね、作品書いお家で書いた時とかは上げたりしてますね。あ、してんのか。はい。はあ、それはでもほな一日中部屋にいてんのやろ。そうですね、書くときは一日中書くときもありますし、うん、まあ、数枚で終わるときもありますし。あ、その日の体調で。そうですね、気分とかにもよりますね。うん、らしいな、はい、画家の人もそうやな、もう一日ずっといるたもん、ね、気がつけば夜中のてっぺん行ってたとか。そうですね、とか気づいたら朝になってたとか全然ありますね。やっぱりでも寝なあかんねやろ。そうです、だからもう強制的にやめて寝たりとかすんでな。はい、やっぱり睡眠ってすごいみたいやな。そうですね、画家の人も言うわそれ、うん、寝ないと絶対寝なきゃいい作品描けないんで、うん、あ、お前書道もそうなのか。そうですね、一緒だと思います。はあ、寝ないともうなんか手がおかしくなってくるので、うん、一回もうリセットさせてからもう一回次にやったりとか。あ、なるほど、はい、でところで西村さん の, あの奥さんの書道家は分かったん？な、分かった。国重さん。え、国重さん。国重さんやな。そう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 。分かったら言うてくれよ。なあ、西村さんのなあ奥さんはで武田総運とか言ってた。びっくりしましたね。おっさんとおっさんやね。おっさんとおっさんが。そうそう、国重さん、国さん今アメリカ行ってやってはるのかな。うん、もう一日、その自分のアトリエみたいなところでツアーとか行って、ね、でイメージが湧かないからもうストイックになって、あ、ダメだダメだダメだって。その間西村さんがお子さんの料理作ったり子供を学校に行かしたりとかしてはったみたいやけどな。そんな世界なの君も。そうですね、でも本当書けない時は潔く諦める時もありますし、うん、今日はもうやめたって言って書かない時もあります。はあ、個展も今度開くんでしょ。はい、へえ、頑張ってほしいよな。ありがとうございます。難しい商売やと思うで。でもそうですね、未知の領域に足を踏み込む感じです。うわー、すごいな。はい、頑張ります。はい、やったーやったー。褒めてます川柳褒め短歌のコーナー、はいよ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤマスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はいよ。まずは千葉県のモーリーさんからです。よ、三が日お餅何個で目覚める朝。え、何が？私の家だと朝は餅なの。はい、朝1月1日から3日まで3日間朝ごはんがあのお雑煮なんですよ。ああ、そうかそうか、はい、そのお雑煮に入れる餅何個餅何個って起こしに来てあるのか。母が起こしてくれるので、いつも2個って言って朝起きるっていう。そうやな、あの2個やな、大体2個ですね、いつも。あの3個多い、あの寝起きに3個はちょっとあのきついな。いや、そうなんですよ。わかるわかる。でも今の餅
ちっちゃいからな。確かに小さいですね。そうそうそう、うん、ほんまにそう。3個ぐらい食べれそうやね。そうそう。あの、店で売ってるお餅は小さい、昔の。小さいですよね。うん。でも俺は夜中は3個なの。へ、夜中の3時、すごい結構食べますね3個やっぱ本場正直ちっちゃいね。あ、やっぱちっちゃいんですか。そう、あの、これぐらいの丸餅いただくねんけども、向かいのおっさんがいつもくれるんですけどね、正月になったら、それを3つ、昨日は醤油と海苔で、あ、いいですね、まあ、醤油にちょっとコーヒーのシロップをちょっと垂らして甘くして、あ、甘醤油やね。わー、美味しい。それで海苔を巻いて、出川からいただいた海苔を。出川、どこは、あれ、海苔の、あの、ものすごい大きな会社やからね。うん、そこのお坊ちゃんやからね、あいつ一応ね、海苔問屋。そっからいつも送ってくれるから。それをハサミで切って。ハサミで切って。金かけてないですよ。いや、本当に食べ物。言うなよとかって言ってますけど、ついつい、ほんまになんかごめんなさい、もう言っちゃってるんですよね。言っちゃってない。本当に俺も、所さんの元気だね、さんちゃん、ろくなもん食べてないのに。あれがもう、ものすごい心に響いてしまって。なんでそんな元気なのとか、大したの食べてないじゃんとか言われて。っていうのが今年の正月から響いたな。それはいつも大体夜中にお腹すくんで、今はラサール石から送ってきてくれた、くるみこっち。何ですか、それ。くるみこ、くるみこ、くるみ、くるみこっち。くるみこっち。くるみっち。くるみっち。ブンさん。すいません、お願いします。くるみち、くる、どっちくるみちゃんしゃらね、鎌倉の名物らしいね。鎌倉の、くるみっこ。くるみこっち。くるみこっち。それはやっぱお餅みたいなものなんですか。いやいや、それはお菓子。あ、お菓子。あの甘い、やつで、どう説明したらいいのかな。中にくるみが入ってて、何や、サンドみたいになってるんですね。それがもう、鎌倉ですごい人気で、いつも並んで、で、ラサールが買ってきてくれて、買って送ってきてくれて、今鎌倉に住んでるとかいう話なんで、それで、まだ並んで買ってきますから、今度、工場に行ったら、そのくるみっこを切ったやつをまた販売してるらしいんですよ。で、それをまた手に入れるのも、ね、行列ができるらしい。工場の方でも、それを今度送らせてもらいますって昨日、夜中 LINE で来てましたけども、昨日はくるみっこ。くるみっこ。ほとんどもらい物。もらい物。ほとんどもらい物ばっかり食べてますやん、年から年中。大阪、新大阪でもろって、それは買う暇ないですもんね。あるからな。あるからな、はい、あるから買う必要ないやろ、不安とね、芸能の友達から送ってきてもらう生活でやってるんですけど、でも今日はきなこ餅にします。おー、餅きなこ餅。はい、さあどうぞ。はい、神戸市のブラックレベルラベさんからです。怖すぎて常に電話は着信拒否。え、何が怖いの、電話の。電話が本当にすごく苦手で、なんか顔が見えない状態で声だけで会話するっていうのがなんか怖いんですよ。現代っ子やな。俺らそれしか手がなかったからな。で、それが普通や思ってるけど、そうなんですよ。今の子はもう LINE 世代だやれ、メール世代になってきてるから、声が逆に嫌なのか。なんか緊張しちゃうんですよね。最初の。友達やったらいいんやろ。あ、そうですね。なんともない、普通の友達、同級生とか、普通の友達だったら大丈夫なんですけど。最近だから夜中の電話は怖いっていうのが、思う。要するに誰かが亡くなったとかが多いんで、夜中の着信はな。他の用事、簡単な用事は、LINE とかメールで来るやんか。だから電話が、誰からかかってきたこれっていうのは。わかるやろ。大事な用事だから電話なんだなって思うから。そうそうそう。怖いんですよね。あよき、ああ、その気持ちはわからんではないけども。そうなんです。ああ、それで怖いっていうのはもう現代病やな、それ。そうですね。
あ、大体お前 LINE で会話。LINE か直接かどっちかですね。電話するくらいなら直接会いたい。会った時に話してほしいタイプ。ああ、そういうことなのか。はい、夜中中 LINE ばっかりしてるの、友達とかメンバーとか。でも LINE も全然返さない。あの、携帯をいじらない人なので、家帰ると。お前携帯か。家帰ったら携帯いらないの。はい、もう。え、見ないの？見ないんです。なので怒られるんです。返信が遅すぎて。いつも。あ、横山そうなのか。ほんなら、え、あの、よいインスタとか、みんな、あの、え、携帯で済ましとるやんか、テレビも何もかも今。はい、YouTube とかはテレビで見れるのと。あ、テレビで見んのか。はい。で、インスタとかも更新するときだけとかで開くので、それ以外は、もう LINE とかはもう開かないんですよ。そもそもあ、YouTube はテレビなのか。YouTube もテレビで見れちゃうので、テレビしか使わないみたいな。ああ、そうか、そうか、はい、珍しいな。そうなんです。今、携帯頼りやけどな、ほとんどの人が。携帯話せない時ありますよね、いやいや、すごいよ。家帰って携帯、なあ、見て、そっから、なんか、いろいろ入っていくんやろ。で、買い物もする。あ、そうですね。なあ、そう、ね、TikTok 見る。テレビも見ようねな、その中で。テレビも見れますね。見れますね。なあ、はい、そうしてる人ら、みんな、あんな画面で、満足。いや、ちっちゃいんですよ、画面が。ちっちゃいから、テレビにしたくなっちゃうんですよね、私は。あ、お前はそうか、そうか。私はもう大画面で見たい。でも、みんなは若い子はもう、携帯で、ね。そうですね、ずっと見てます、ね。おー、携帯で十分だし、とか言うけど、77インチ買うた俺の耳も慣れん話。77はもう。で、片手で若い子もパッパって打ってるやん。そうそう、ね。それがすごいよな。うん、片手で。そうな、77インチ片手で打たれへんしな。いや、打たへんし。まあ、リモコンあるからな。はあ、いやいや、本当にそう、器用。そうですね、僕らも絶対無理ですもんね。その、付け爪とか、あんな、爪の長い人は、コンコン言いながら、なあ。カチカチ言ってますよね。カチ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 、あれ、ちょっと気になるな。気持ち、きつすぎが来たと思うんですよ。あの音を聞くと。確かに。きつすぎ、きつすぎ、きつすぎって。きつすぎ。ほな、もう、翔平が、これ、鉄砲で撃たなきゃいけない。いやいや、今の携帯やってんねこの子って言うから、あ、そう、まあ、危なく撃つとこやった、言ったら、まあ、つまんないが、危ない、危ない、言ってます。相変わらず。相変わらず。危ない、危ない、とわけわかれ。さあ、続いて。はい、神戸市のブラックデビルダウェイさんからです。大好きなチャンピオンズからメッセージ。面白そうでも優勝嬉しい。何が？チャンピオンズさんという芸人さんに。あ、そんな、あ、そんな人いるの？あ、そうなんです。最近、ドハマりしてしまって。ははそうなんです。で、こう。お前、四千頭身からちょっと浮気？違います。四千頭身さんはもうずっと好きです。四千頭身さんと同じ事務所で。で、その、事務所内のライブみたいなのがあるんですよ。で、そこに出てらっしゃって、そこで見たっていうのが始まりなので。あ、コントなのか。あ、漫才です。漫才なの、チャンピオンズ。そうです。で、こう最近、大晦日に、面白そうに出てらっしゃって、で、優勝されて、でも優勝する前から、こう私言ってたんですよ。すごい。で、チャンピオンズさんからも、こう、ありがとうっていう言葉をいただけて、そうなんです。あ、嬉しいな。めちゃめちゃ嬉しかったです。ああ、四千頭身グループが好きやねんな。そうか。ということやろ？同じ事務所です、ね。同じ事務所で笑いの作り方が似てんねやろ、そら。ああ、そうなん、そうなのですかね。いやいや、知らんけど、俺はチャンピオンズネタ知らんから。めちゃめちゃ面白いです。そもそも覚える若手いっぱいおるからな。でも、チャンピオンズさん、絶対見てください。本当に面白いです。じゃあ、どういうネタやるよ、チャンピオンズ。リズムネタですかね。チョンってすなよっていう、チョンってすなよっていう、チョンってすなよっていう、左のここをこうチョンってこめかみ、そうです、でチョンってすなよっていう、あ、大阪の子なのか、いやチョンってすなよやろ、でも喋りは関西弁じゃないけど、関西弁じゃないの、はい、でもチョンってすなよっていうネタがあって、チョンとすんな、チョンとすんなよってやろ、そうです、チョンってすなよみたいな、そうやろ、はい、やめとけやってろ、チョンとすんなお前は。で、そっからどんどん発展していくのがめちゃめちゃ面白くて。ああ、なるほど。ほんで、俺がこの間、ダーツの旅で、はい、正月やったような、おっさんが近づいてきて、寄り添うな、言うのと一緒やな。寄り添うな、ちゅうねんて。素人のおっさんとやってたけど。なあ、それやな。あ、そんな感じだよ。あの坂手に寄り添ってきとったら寄り添うなっちゅう、そっちの方がええな、俺は俺はそっちの方が好きやな。
サタンとしたら。素人のおっさんやけどな、素人のおっさんがやったら俺に近づいてくるとわけわからない。大阪のスカイタワーでしたからね。あ、ちょんとすんなって、なんか喋るとちょんとして、ちょんとすんなっていうの。ちょんとすなよ。そういう漫才なんだ。そうです。ちょんとすんなか、東京弁なのかな。いや、でもちょんとすなよって言ってます。ちょんとすんなよって、そこだけ大阪弁になってるんだ、おそらく。そうですね。はあ、はあ、はい、いろいろいるねな。チャンピオンズ、チャンピオンズさんです。名前を刻んでおきましょう。よろしくお願いします。さあ続いて竹内。はい、はい、いきます。ラジオネームまーちゃんのヒットチャートなうさんからです。よー、ペンライトで青いゆうさん見つけます。アンジュルムの、要するにコンサートに青井優ちゃん来てくれるのか。はい、そうですね。いつもこう来てくださっていて、あ、でその時に大体こう関係者席で見てくださるんですけど、あの一人だけもう明らかにノリノリの方がいらっしゃるんですよ。あ、うん、あ、隠れてそっと見てないのか、青井優ちゃんって。そうなんです。もうペンライト振って一緒に踊ったり、キャーいう感じなの。そうです。だからすぐ、あそこに葵さん今日はいるとか。嘘、すぐ分かりますね。で山ちゃん一緒に行っとんだよね今は。あ、そうですね。でも山里さんも来てくださる時と、あとまあお仕事の関係もあるのでいらっしゃらない時もあるんですけど、一緒に来てくださった時もありました。葵優ちゃんはもう一人でも来るんだ。そうですね。隠すわけじゃないの、全面的に。あ、もうガンガンノリノリに。ファンも知ってんのかも、葵優は。そうですね。一緒に踊ってくださってて、どこにおるか分かるんやな。すぐ分かりますね。ペンライトがすごい動いてるのが一本あったら、もう青い優なの。はい。そんなに、モー娘。のコンサートはアンジュルムのファンなの。要するにアンジュルムさんですね、が好きなのか。さんまさんの舞台に来る関根さんみたいなもんやな。どこにおるかすぐ分かるって。大きなアクションしないねんけど、すぐ分かるっていう。あの滑ったとこよく笑われるんです。なんか他の人笑ってないのに関根さんだけ笑ってるんです。わかりやすい。わかりやすい。ほんで俺が怒ってるところはよく笑われるんですよ。お前何言うてんねんとか、本番中にそんなん言うとあかんねんとか言うのゲラゲラ笑ってありますね。関根ストーンさんは。で終わってからはもう演者に、はい、ダメだったところを褒めて帰ってくれはるんですね。関根さんの見方はそうです。だから俺なんかでも引き笑いやからすぐは、俺も滑ったところ、関根さんの舞台とか逆に見に行くと、もうジョニオとイオが滑ったところをわーって笑うから。あ、そうそう、そこで笑ってるなって、来てるなって、今日来てるよーって。休憩時間に今日来てるよあの人。今日来てる。みんな分かってると思うね。お客さんまでが、さんまさん見に来てる。そやね。ほいでもうそこでざわつく場合もあるから、極力、引き笑いはやめとこうとは思うんですけども。まあまあ、大体ね、分かってやると思うから。ああ、いいね、ありがたいね。そうですね、本当にありがたく。おい、ゆうちゃんに応援してもらえるっていうだけでもな。本当に光栄なことですね。なあ、はい、なのに、卒業するってわけわからへんよね。いや、ダハハハじゃない。いや、まあ、ちょっと、そうですね。まあ、それはそれ、それはそれで。これはこれで。はい。それはそれで、まあ、はい、続いて。はい、大阪府まーちゃんのヒットチャートなうさんからです。プライベートでよく飲むお酒、緑杯です。緑杯ですか。はい。いや、ですよね。何の報告なんですか。いや、私もわかんないんですけど。書いてあったから読んだだけなんですけど。中杯でも緑杯でも。何でもいいですよね。私の好きにさせてほしいんですけど。わざわざ宣言することでもないですよね。全然、はい、ほんま、まあ、君が言うたわけじゃないからな。そうです。で、これといった別に話もないので。これが。要するに、緑茶杯やな。緑茶杯ですね。おい、緑茶杯は、緑杯っていうの、今。緑杯。あ、店屋行っても緑杯っていうのか。そうです。緑杯一つお願いしますっていうと、出てきますね。あ、そうなの。はい。俺は緑茶杯って言わな気にすまへんな。緑杯っていうねな。緑杯ですね。あ、で、なんかネットフリックスの寝振りとか言うね。あ、寝振り。あ、なんか寝振りで見たとか言うて。俺ネットフリックスがね、縮めると夢にも思えへんかったからやな。確かに。お前寝たふりしたんかいう話になって。
何言ってんのになってんねん。ネフリネフリネットフリックスって書いてきたラインで。ネフリなんだ。縮めるんですね。何でも。何でも縮めんねんな。緑灰になってんの。緑茶灰でええよな。なんか緑灰は緑灰でもなんか頭に入ってます。お前らは。はい。緑茶灰って言ったことないかもです。嘘や。はい。ウーロンはウーロン茶。ウーロン灰。まあそれはウーロンまで行くのか。ウーロンまで行きますね。ウーロン灰。はあ、茶は抜くんだ。茶は抜けますね。ウーロン灰、そうかな。緑灰。はい、そういうのが今もう普通になってるんだ。うん、そうですね。緑茶灰にしてって言ったことがない人生。ない、人生。タムケンかわいそうやな。ないですね。なんでや。いや、茶が抜けてもらうから。茶。茶って、俺いつも一緒にってやってあげるのね。緑茶。うん。ウーロン茶。茶が抜けたらもうタムケンやってるから、だからもうなんかやめるとか言うとるわ。それであのやめる言うてるわけじゃないですか。茶が抜けたらやめるって言うてるんちゃうのか。若者はもう言わないかもしれないですね、茶まで。あ、そう。多分私の周りでも言ってる人があんま聞いたことないですね。緑茶杯ください。麦茶杯は？いや麦杯。麦茶杯ってあるんですか？飲んだことない。私もない。もう俺もない。俺もないって言うよ。あるのかと思った。いや、麦茶で悪い人いるよな絶対。どうなんでしょうね。麦茶で悪い人いるって多分酒で。そうなんだ。まだ割ったことないですね。そしたら麦茶では。もう麦茶になるだけ残っちゃない。まあ確かに。したら麦杯になるのかな。麦杯になりそう。レモン、サワーは。レモンサワー。あ、それだけは普通にな、はい、レモンサワーって言えへんだ。そうですね、レモンサワーはレモンサワーですね。はあ、日本酒は日酒っていうの。日本酒。日本酒は日本酒って何でもかんでも縮めてはいない。そやねん、そこやねん問題は。何でもかんでも縮めるくせに縮めきれないやつがいっぱいあんねん今若者に。確かに。ああ、その辺は全部縮めんなら全部縮めてほしいね俺は。うん、ちょっとブレてんねん。あ、すいません。そう、それがあるんですね。縮めるの、全部縮めてほしいね。でも、緑灰とかそこら辺だけじゃないですかね、その縮めるのって。うん、あとは、ウーロン灰、そう縮めてないもんな。まあそうですね。ウーロン茶で割って、うん、緑茶で割って、やけど、ほら、それで、緑茶で割ってって言うわ。緑茶で割って。うん。日本、あ、焼酎、どうのお飲みになりますか？あ、緑茶で割ってっていう。それをミスターオクレさん500円玉で割って言われるんですよ。500円玉入れてとか、ね、入れてとかレモンの代わりに500円玉入れてってそういう体質やねんってわけのわからんけど、新人のアルバイトの生は店長にあのお客さん500円玉入れてって言ってるんですけどどうしたらいいでしょうかって聞きに行ってはるよ。真面目だからもうそうそう、何で割るんですか500円玉でって言うとるわ。ああ、これはすごい。さあ続いて、はい、大阪府まーちゃんのヒットチャートなうさんからです。クレジットカードと鍵を落としてもなぜか必ず帰ってきます。ああ、今多いねな。はい。ほんでなんでそんな落とすの。君はそういう性質なのか。いや、本当に分からなくて、家の鍵とかまあ、お財布とかをしょっちゅう落とすので。嘘、いるな、落とす子は落とすな、気づかず落としてしまうので、もう鈴を2個つけることにしました。うるさい鈴を。言うこと聞かへんのないね。何個やそれ。落とした時にガガーンってなるように。あ、してんの。あ、そうです。じゃあタクシーに忘れたりやろ。あの、普通に電車の、あの、改札の手前で落としてたりとか。そんなんで見つかんの、君のだけは。そうです。警察に届けてくださったりとか。あと一回、あの、山の山頂に落としてきた時もあって。山登って、なぜかわかんないんですけど、家の鍵とクレジットカードと、あの、次の日の新幹線の切符が入ったものを、山の頂上に落として、帰ってきてたんですけど、あの、親切な方が山を降りて近くの交番に届けてくださって、でそれで電話がかかってきて、ちょうどクレジットカードが入ってたから警察の方がクレジット会社に電話してくださって、そっちからかかってきて落ちてますよっていうので。山の頂上で。はい。なんで落としたか。山登りする人はそんな人のものパクったりするのはイメージはないからな。
やっぱ、はぁ、運がええな。そうですね。それは運がいい。何回か。今の向こうで、それは何があったの、この鈴のね、あなたの音ですかとその時はまだつけてなくて。クレジット会社から、この。クレジット買った鈴の店屋さんから、これあなたの音色ですね。さあ最後の人にあげましょう。はい、誰さんですか。まーちゃんのヒットチャートなーさんです。はい、メンバーのサイン色紙を差し上げます。ここで一曲聴いてください。竹内さん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。アンジュルムで悔しいわ。ヤンタンマスク争奪、あなたの心のポイント採点。あなたの最近の何気ない行動を心だけは会社の重役クラスのさんまさんが判定します。はいよ。まずは大阪府のパパは牛乳屋さんからです。54歳の東大阪のおっさんです。はい、もちろんさんまさんの大ファンです。1月2日のさんまのまんまを見ました。うん、江本さんがお土産のコーヒー豆の産地をパパはニューギニアさんと答えると、さんまさんは間髪入れず、パパは牛乳屋と言われ、びっくりと同時にテンションがむっちゃ上がりました。パパはニューギニアやな。はい。パパは牛乳屋というのは、私がずっと使っているラジオネームなんです。私は MBS ラジオが大好きで、各番組にこのラジオネームでよくメールを送っています。私は明治の乳製品の宅配の仕事をしているので、このラジオネームを使っています。私事ですが、昨年の11月に母が亡くなり、このお正月も気持ちが沈んでいたのですが、さんまさんの何気ない一言にすごく元気をもらいました。本当にありがとうございました。これはね、よくナルオザワールドの、俺が20代やったと思うけど、の時にパパはニューギニアからが多かったんですよ。で、俺はずっと、パパは牛乳屋ですよね、この国はって言って、相川金也さんとやり取りしてたんですけど、彼は彼で、パパは牛乳屋っていうのを、言ってはるんだ。はい、ラジオネーム。俺はパパはニューギニアが来たら必ずパパは牛乳屋って聞きますから、っていう、ことですよね。その時代も時代でそういうふうになってるんだ。頑張っていただきたい。これはまあ50点ですね、最初ですからね。はい。続いて大阪府のジャ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 ンさんからです。さんまたまおのお年玉、あんたの夢叶えたろうかで、旦那さんの憧れの木村拓哉さんに会わせたいという奥さんの依頼に対して、ドラマビューティフルライフのセットを再現し、ドラマ出演者も出演するという豪華な内容となっていました。旦那さんを木村拓哉さんにどうしても会わせてあげたいという思いや、旦那さんの木村拓哉さんへのまっすぐな気持ちに感動的な場面が多くありました。共演者の方々も感動で涙ぐむ人が多い中、さんまさんと木村さんは最後まで涙を見せていませんでした。それを見て、お二人は感動する側じゃなく感動させる側なんだという気持ちで臨んでいるんだと思い、さすがプロだなと思いました。まあ俺はちょっと木村に嫉妬してましたからね。あまりにも、ね、まあ本当に頑張ってくれて、俺もまあこの頑張りを知ってるんで、ちょっと前からもずっとこうしたい、ああして、こうしたいんですって、言うたら、まあ、TBS さんは、おい、ちょっと待ってくれ、ぐらい、日数とね、お金もかかるから、いうぐらいで、木村はこの番組に対して、すごい、力入れてくれるんで、前々から。で、この、珍しいのが、木村からなんですよ。何か手伝うことがあったら、夢叶えたろうかだけは出ますっていう、前々から言ってくれてるんですよ。ほんでもう今回、久々のオファーだったんで、えらい木村自身が力入って、こうする、あするあする言って、もう全部頭の中でシミュレーションしながら、現場に行って、あれ、半日かか、12時間。12時間かけて、ドラマ仕立てまでやってくれよったんです。ただもう最後奥様の髪の毛を、旦那さんが、美容師の旦那さんが切ってあげるときの奥さんが大号泣して、それを木村がこう肘ついてじっと見るんですよ。それがまた客席の女とか出演してる女の人が、いやー、かっこいいとか言っても、もうどんどん腹立ってきて、あの見方おかしいやろ、言って。ここ、普通は、ああいう時は身乗り出して見るやろ、いうふうにしてたんですよ。うん、で、カットしてましたけど、うん、制作セットが1000万円。ビューティフルライフの、美容室。それをわざわざ、1000万円かけて、今回、夢のために、まあ、木村のためにもあるやろうけど、スタッフが。作ったんですよ。その時に俺が、1000万円あげたらええのにって言ってしまったんですね。
それで差し合いらがえら怒ってました。いや、あの夢ってそんなんじゃないんですよ。でも現実の方があれやからね。夢ってすぐさ冷めてしまう。いや、現金はね、使わなきゃなくならないし。いや、これはこれは素晴らしい作品に仕上がって、もうこれはもう木村に感謝せな、仕方がないんですけども、頑張ってくれました。すごい。だから、そのご夫婦がね、これからこんな夢叶ってしまって、ここで満足してしまわないかが、それが心配。そう。だから、ま、次のステップ。これはこれで、一日で忘れていただきたい感じやね。これはもう、78点あげましょう。はい。もう木村の頑張りもプラスして、うん、はい。続いて愛知県の普通が一番 A の矢でさんからです。つい先日テレビ番組に出演された大竹しのぶさんが、さんまさんの尊敬するところはという質問に、普通でいるところです、うん、以前さんまさんと一緒に乗った新幹線で知り合いが挨拶に来た時、私が座ったままお辞儀をしたら、さんまさんに相手が立った時は自分も立たなあかんでと言われて、当たり前のことなんですけど、そういう普通な感覚を持っているところは今でも尊敬していますと話されていました、うん、このエピソードを聞いて、さんまさんの神対応は常日頃から行っている人への優しさや気遣いなんだなと改めて、自分もさんまさんを見習っていこうと思いました。そんなこと言うたかな。多分言ったんだと思います。言ってないと思う。あ、言ってないですかね。うん、新幹線ででも喋らへんから。あれ、あれや、番組だけやから喋るの。だからね、あのこんなこと言ってますけど、大竹さんも普通の感覚が他の芸能人よりも、持ってるんですね。だから、にちかと今の海外旅行は、ファーストに行かずエコノミーで、行くようにしてました。で、ディズニーランドなんかはもう、もう係員の人がわーっと来るんで、先に乗ってくださいって、芸能人ルートを使うんですけど、それは二人とも、いえ、並ばしますっていうのは、いつもディズニーの人には迷惑かけたけど、子供のためには、そっちの方がええというので、並ばして、ましたね。そういう感覚。だから、今の西川がちゃんと普通に育ってくれたのが、こっちとしては、ちょっと正解やったのかなと思う、感じはしますね。これはまあ58点ぐらいありましょうか。はい、続きまして大阪府のずっと専業主婦さんからです。キスマイの藤ヶ谷さんがさんまさんの番組に出演した感想をラジオで話していました。笑うってことは幸せになるけど、笑い疲れってこともあるじゃないですか。なんか笑いすぎて膝つりそうになっちゃって、めちゃめちゃパワーもらいました。改めてスケベな方って長生きするなって、自分もスケベ心を大事にしたいなって思いましたとのこと。さんまさん、いつまでも長生きして笑わせてください。藤ヶ谷、ご長寿クイズの、早押し、ご長寿早押しやから、これはもう、俺だけのせいじゃなく、もう、おじいちゃん連中、おばあちゃん連中がもう、かなり頑張ってくれたんで、こういうこと、藤ヶ谷がもう、げんだり、もうダメ、死にそうですとか言って。まだ予選ですかこれとか言って。ほんで、もう、ちゃんとやっぱり、いろいろ見てくれてて、うん、俺がいつも、長生きするのはスケベ、な人、で、よく笑ってる人が長生きするんですね、やっぱり。だから本当に、スケベでよく笑うは長生きやから、そうなると俺が長生きに繋がるんですよ。もうね、ご長寿90超えてまた元気な人ってほとんど下ネタですからね。もうそれしか浮かべへんのかいうぐらい下ネタやって、これはね、藤ヶ谷の言う通り、俺もスケベーなまま、過ごしてくださいって、本番中も言うとったけど、本当にそうだと思います。これはもう、これはもう81点ぐらい上げましょう。はい、続いて愛知県の4番エースさんからです。一番強そうなハロプロメンバーはという質問に、竹内あかりさんと答えていた横山玲奈さん、理由を聞かれ、竹内さんは生命力がえげつなさそうで、どんな極限状態でもヘラヘラして生き延びてそうと答えてました。スケベ。スケベなのかな。私は今なんか繋がっちゃいますね。いやいや、繋がってる。スケベ。全然。いやいや、じゃあ頭の中スケベでええねん。じゃあ、君ら行動、俺行動スケベやけど。行動スケベ。頭の中スケベ。行動スケベ。こっちは想像スケベやろ。じゃ
ゃどっちや言うてんねんだから。想像スケベ。え、まあ想像スケベなんですかね。じゃあどっちかといえば。そやろ、うん、長生きするわそれは。いや、よかったです。強いってことやろ、うん、強そうだなっていう。その無人島とかでもなんかずっとヘラヘラしながら、うん、一番長く生きてそうだなっていう。やっぱり想像です。それ俺にも思うやろ、うん、いやそれは思います。誰よりも生きてますなあ。だからスケベと笑って、何があっても笑ってられるすごさ。あ、でもそういうことか。だから庄司もお前行動スケベちゃうもんな。そうですね。お前スケベちゃうよな。僕は紳士。紳士やな。紳士ですね。そうですね。紳士。紳士や。紳士だから。庄司はスケベじゃないんですよ、本当に。だからそう、変、団体で、俺ら若い時はね、うん、そういう風俗みたいなところで団体で、うん、わーって行ったり、そこ参加しない。し、女性も女性がいい、女がいいとか言わない。真摯だ。横にすごいおっぱいがあっても触ろうともしない。いや、しないです。しちゃダメなんですよ。触ろうとしたら、すぐ先触られるから。触られへん、次。よくないですね。おお、だから少女お前スケベになるよ、お前もうちょっと長生きせなあかんからやな。あ、そうですか。おお、あ、お前スケベやな。よくAV 食えたもんな俺に。いや、どんな会話ですか。あ、スケベです。あれは友達が、あ、よかった。友達が食えたからさんまさんにって。長生きします。あ、よかったです。スケベ。あ、よかった。よかったです、ね。よかったです。これ45点ぐらいですね。はい、続いて、沖縄県のサッシーさんからです。2023年、我らが村上庄司さんが新たな取り組みとしてインスタライブを始められ、村上ファミリーを喜ばせております。先日もペンションから、宴会芸人の新山さんと息の合ったコント形式のインスタライブを配信されて、まるで神回とたくさんのコメントをいただいていました。毎年何か新しいことに取り組む村上庄司さん、その姿がかっこいいです。今年も目が離せないですが、ラジオトーク配信終了のボタンを押し忘れて日常音が流れるのも庄司さんらしくてお茶目です。どういうことなの、日常音が流れるって。配信終了のボタンを、ボタン押さなきゃ、あ、その、庄司の日常音が聞こえるの、うん、そうですね。多分流しっぱにしちゃって、配信をしっぱなしで停止されてなかった。あ、こんなこと、変なこと言ったりしたら、あ、全部流れちゃう。全部俺だろうが。危なー、庄司危ないですね。危なー。そうな、そうだったみたいです。はぇー、あ、庄司な、インスタライブって何なのそれ。インスタグラムあるでしょ、うん、それで配信のやつがあるんですよ、生配信の、うんうん、それでもライブで、ほんでそれはお金が発生するの、向こう。いや、それはしないと思います。しないの、お金は一銭も。あ、生でそのまま行くということならば、はい、インスタライブ、うん、そのままの。はあ、そこでコントやってんやろ。いや、コントというか、ちょっと演歌芸人がいてるんですよ、吉本の、うんうん、そのことなんか喋っとったら、まあ天然っぽいこともいっぱいおるんで、まあ24の子なんですけど、あ、はい、それがまあ面白い、おかしく、なんかその、あ、頑張ってるな、これは頑張ってる。そうは、少女おもせやな、次から次いろいろやってるよね。はい、これ登録者数はこれ何名ぐらいなの。ごめんなさい、結構なって、ごめんなさい。沖縄のこと7、8人は。ああ、これ定期的にやってんの。いえ、本当になんか気分が、ああ乗った時だけ、はい、あ、それはあかんな、毎日 やらなあかんやろ、ああいうの。ああ、でもなんか数を増やすためにはな、継続が大事、そういうことやな。これ5点。5点分かったの、沖縄から。頑張ってるけどね。頑張ってるけど、頑張ってるけど。ということで、今回のマスク当選者は、パパは牛乳屋さん、ジャ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 ンさん、普通が一番 A の屋でさん、ずっと専業主婦さん、4番エースさんの5名の方です。おめでとうございます。イヤムスは癒せませんのコーナー。さあ、竹内、ひょっとしたらこれ、はい、アンジュルムとして出るのは最後、はい、になるよね、はい、6月までか、6月、一応だいたいそれぐらいなんじゃないかな。もう一回来るか来ないかっていう感じやない、ね、まあ、竹内これ3ヶ月ぶりらしいからな、うん、そうですね、もう一回来るのか、うん、来ないのか、どんな感じや、はい、どんな感じや。だからマネージャーから
もう一回あんた行きますよとか、それは何にもない、いや、まああるとしてももう一回ぐらいかなとはさっきちょっと多分最後、あ、そうですね、現時点では最後、あったらあと一回とかですかね、あと一回、まあまあ、うん、女も最後や思て思い切りこれやってもらわなあかんからね、癒せませんのコーナー、いやー頑張ってみます、お頑張ってみよう、はい、頑張ってみよう、さあ横山、はい、愛知県の4番エースさんからです。こんなんなったの初めて、手抜いたな今の抜いてないんですけど、うん、ちょっとチャンピオンズって漫才手を抜きながらやる感じのやつなの、いやもう全力漫才です、全力漫才の、はい、そやろ、はい、張り気いっぱいよ、はい、な、はい、我々グループみたいなやつやろ、はい、それやったらもうちょっともう力、今の全然変化なかったからな、すいません、はい、メリハリ、こんなになったの初めて、こんなになったこんな初めてってこと驚かなきゃいけないからな、驚き、はい、こんなになったの初めて、初めてっていう感じ、初めて、うん、はい、こんなになったの初めて、あーがどおかしいな横山今日休みすぎたんですかね、休みすぎたんかな1ヶ月1ヶ月休んじゃったからなあ、やっぱり投げ込んどかなあかんな、そうですね、あ普段やってへんの練習やるかやることいっぱいあります、他にやることいっぱいある、ね、なあ、はい、やっとかなやっぱあかんな、そうすいません、はい、ちょっと一月やっぱ聞いてるな、いつもの横山じゃないな、あおかしいな、あさあ竹内挽回しよう、はいはいはい、あそうですよね、もうはよ、じゃあ言わな、はい、誰から送ってきてもらいましたって、そうですね、愛知県のラジオネーム萩原の DK さんからです、はいよ、そんなに見られたら恥ずかしいよ、えなんて早いし声ちっちゃいし、なんてもうちょっと音楽聞いて、音楽もうちょっと音楽聞いて、そうそうそう、行きましょう、ちょっと待って、もうなめたらあかんよお前、ねえ、なんぼお前これもラジオ出るようになったってな、すいませんすいません、もうリスナーのこと考えてくれよ、行きましょう、お願いします、頑張っていこう行こう、はい、そんなに見られたなんてなんて恥ずかしいよ、こんなに話しちゃってなんでですか、じゃあこれこれ聞き取られへんねん、限界です、なんて限界ちゃうわもうそんなになんてそんなに見られたら恥ずかしいよ、ああだからそんなに恥ずかしいっていう感じやからな、はい、そんなに見られたらっていうの、そんなに見られたら、何笑ってんのお前、こう笑うコーナーちゃうで、違いますよ、いやそうやろ、はい、はい、こうそんなに見られたら恥ずかしいよ、あこんな照れが入ってるな、頭の中スケベやねやろお前、はい、だからそれ入ってて認めるのが一番いいのかなこういう時は、横山もちゃんと見よう見したよ、はい、頑張ります、次コピーせコピー、わかりました、お願いします、東京都のひなまるさんからです、すっごいことしてあげる、してあげて、あげる、あげるよ、もう一回、はい、すっごいことしてあげる、すごいことを してあげるっていう感じだから、すごいことしてあげるっていう尽くすタイプやから、尽くすタイプ、すっごいことしてあげる、あー横山調子悪い、あれあれおかしい、竹内番外番外や、はい、東京都の、総武線のキヨさんからです、嫌だって言ってるのに、はい、お願いします、ありがとうございます、なんて嫌だって言ってるのに、もうちょっとありがとうございます、お前深夜に餅食え参考ろくなもん食ってないのさんちゃん元気だねおしまい、やったやった、風のブーケをジュースジュースの上村あかりとアンジュルムの川村彩乃が毎週西日本各地を大応援、新ブランドを続々紹介するセレクトショップみたいな番組、西の風ブランドラジオは日曜夜9時開店、三津広場席もまあまあ出てます、 MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先はヤンドアットマーク MBS1179.com、 YANDO アットマーク MBS1179.com です。皆さんお待ちしてます。
来週私横山はお休みです。ゲストはジュースジュースの井上玲さんです。2年半ぶりの井上さんです。お楽しみに。さあそういうわけで今日はひょっとしたらヤングタウン、最後になるか分かりませんけど、竹内あかりちゃん、はい、いかがでしたか？3ヶ月ぶりですけども。いやそうですね、楽しくやらせていただきました。はい、楽しくやらせていただいた、はい、それはもうやっぱりこれからね仕事の道も、はい、ソロにかソロ活動やってもこの番組来ることがあるかも分からへんから、うん、そうですね、ちょっと頑張ります。そうだからファンに向けて、一応ヤングタウンのファンに向けて、はい、最後の挨拶をお願いいたします。あ、そうですね、まあ、アンジュルムとしては本当に、まあ、本当小さい頃から出させていただいてありがとうございましたという気持ちなんですけども、まあ、これからの書道の道を目指して頑張っていくので、まあ、また機会があったらぜひよろしくお願いします。ほんまやな、はい、頑張ってほしい感じがしますけども、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、お相手は明石家さんま村上庄司、モーニング娘。23横山玲奈、アンジュルム竹内あかりでした。また来週、さよなら。さよなら。